チリじゃねえ。回答根拠も完全に説明できますよっていうレベルになっててほしいんですよ。当然多くの大学は長文ですから。でそんな人たちが早く読めません、速読の方法を教えてください。さあ、では始まりましたマテチャンネル。さあ今回はですね、2学期の勉強法というところですね。2学期の英語の勉強法ですね。これ森テッド English チャンネルですからね、それについて話していきたいかなと思いますね。まあいろいろね、夏休みが違うんだよね今年、バラバラなんで。あ、もちろん地域によってもね、夏休みって終わる時期違うんですけど、今回やっぱコロナ禍でですね、早く始まったとこもあるし、遅く始まったところもあるし、リモートになったとこもあるとかですね、結構バラバラなんですよね聞くとね。で状況はまちまちなんですけども、話していきたいかなと思いますね。まずどうでしょうか、夏休みうまくいきましたか。まあこれ見てる人のね、多くはうまくいかなかった人だと思うんですけども、ちゃんと夏の勉強法見てくれたかな。でもまあ夏の勉強法のね動画にも結構質問来てたりしたので、あそうか、わかんないんだなこれっていうですね。まあだからやっぱり予備校通ってるとかさ、まあ武田塾チャンネルとか見てくれてる人はわかるけれども、やっぱ一般の受験生とかってですね、わかんないんだなって思いますね。だから例えば英文解釈っていうのを使っても、英文解釈って何ですかってとか、英文解釈って何やればいいんですかとかっていう質問も来てたんで、あそうか、そういうのも分かんないんだなと思ったんで、ちょっと説明していきますね、そういうのもね。で高1なんですけど高2なんですけどっていう人はですね、これらを早く終わらせればいいんだなと思ってください。これまず夏までの話をしますけど、その夏までの話っていうのが、なるべく早い段階で高1高2で完成してたら、4月にもうロケットスタート切れると思っておいてください。でまずはですね、やっぱり単語どの程度進みましたか。まあ単語帳ね、全部完璧にしろとまでは言わないんですけど、そう単語帳ってやっぱりさ、現実的に言うと受験のね前日当日も見てるって可能性が高いものじゃないですか。やっぱり2000語とかってあるものってなかなか完璧にするのは難しいものなんですよ。うん、それは分かってます。やっぱ今回ねこの1ヶ月でいろいろと指導したりした人とかでも、こう単語を覚えられるかって言って、やっぱなかなか難しいっていうのはよく分かった。すごく英語が得意な人でも単語帳全部覚えるっていうのはやっぱ相当難しい。そうな、確認テストとかやってもなかなか満点って出ないよね。やはりそれぐらい単語っていうのは覚えるの大変。さらに熟語になるともっと大変ですよね。やっぱ熟語苦手な人多いな。で当然まあね、最初一役ぐらいね、まあ、赤字で書いてあるとか、一番最初に太字で書いてあるとかっていう役ぐらいまでは出せるようにしてほしいかな、なるべくって思う。もちろん最後の方になると難しい、レベルが上がるっていうのはよく分かってます。この1ヶ月自分も教えてみてよく分かった。単語帳ってこんなにレベル違うんだな、最初の頃に載ってるやつと後ろの方に載ってるのっていうのは実感しました。なんでその気持ちはよくわかります。さらに熟語になると本当に覚えるのに苦労する人がたくさんいるっていうことも指導してってすごくよくわかった。なんかこう今までやっぱこれ集団授業でバンってやるだけだったから、予備校講師になった後は一人一人を見るとこんななんだなっていうのはですね、非常に実感しました。大変だね本当に。まあそこは頑張ってください。これもうやっぱり毎日のように続けていかなきゃいけないものですからね。で文法ですね、これがまあいつも言うんですが、単元別を、まあ、夏までに終わらせてほしかった。ここからは出題形式別です。終わんなかった、終わらせましょう早く。もう遅れてるってことですからね。だからいわゆる、まあ、ネクステとかヴィンテージとかさ、ああいうスクランブルとかさ、ああいうものだったらもう正解なんか余裕でできるし、プラスで回答根拠も完全に説明できますよっていうレベルになっててほしいんですよ。そやっぱ説明できないとさ、当たり前ですけど初見の問題解けないからね、同じ問題出るわけないですから。だから問題を覚えたところで意味ないわけで、回答の根拠を説明できるようにしなきゃいけないわけですよ。これがね結構やっぱね覚えちゃう人多いね。一周しました、よしこれぐらいできた、2周目よし、3周目って言って答え覚えてっちゃうってね、どん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 、よしもう大丈夫答え覚えたからバッチリみたいな。バッチリじゃねえ、文法は答えを覚えても仕方がない、ね、ちゃんと説明できるレベルにしておいてください。で単元別になってるわけじゃないですか、ああいうのって単元別になってるものがいよいよバラバラになってくるわけですね。4択の問題であってもバラバラに並んでると、今までだったらあ2不定詞が答え、次も2不定詞、次動名詞、準動詞のやつだからっていう風にやったりとか、あここ関係詞だから関係詞が正解になるなとかっていう単元別でいけちゃったやつがもうバラバラになって出てくるわけじゃないですか、本番の入試でも。
だそれに対応できるようにバラバラで演習していくっていうのが大事になるわけですよ。で当然4択だけじゃないですね。さまざまな取材形式がありますから、文法語法の問題って正常問題で出てくるのか、その並べ替えですよ。だったら並べ替えのね練習だったり解き方知らなきゃいけない。正語問題苦手な人多いですね。間違い探し問題ですよ。それで出るんだったらちゃんと正語の練習をしていかなきゃいけません。会話問題、そうですね、会話問題だってあれきちんとね論理的に考える力必要ですから、ただただなんとなしに解くんじゃダメですよ。ちゃんと出題意図とかあるわけですよ。今まで習ったその文法知識使って解いてくださいね。といったようにですね、出題形式別に移っていかなきゃいけないわけです。そうです、だから単元別を終わらせて出題形式別に、これが非常に大事になりますので実行してください。続いて一番質問が多かった解釈ですね。まあ解釈はやっぱり一通り終わってる、そしてまあ次の段階に進むっていうか、もう長文に入るか、そして過去問だよねっていう、そこのレベルに行ってほしいんですよね。で解釈って何なのってね、質問来ちゃったんで言っておくと、解釈っていうのはですね、英文の構造をつかむやつですね。あ、主語がここ、動詞がここ、とかってね、あ、SVOC とかって習うじゃないですか。ああいうの触れるようにしましょうねっていうことです。例えばカッコつけて、あ、これが形容詞の塊だなって、でこれを修飾してるとか、で、あ、ここ副詞の塊でとかっていう風に見抜けるようにすることです。それが解釈の勉強っていうわけです。でそれができるようになって、まあよく来るんですよ。それやったってさ、どうせ本番でそんな S とか V とか振ってたら時間なくなっちゃうじゃないですかとかね、それだって帰り読みしなきゃいけないものじゃないですか、まっすぐ読めないじゃないですかとかってね言う人もいると思うんですけど、知ってますそれは。でまあ前にね動画出したようにね、英語と日本語って違いすぎるんですよ。めちゃくちゃ遠い言語です。だからまあ語順が違うっていうのはですね、本当に大変なんですよ。だから語順違って辛いんですけど、まずはきちんと英語の構造っていうものをね把握できるようにしとくってね、これができるようになると、まあ遠回りのように見えて実はまっすぐ読むのに役立ってくるんですよ。で塊が見抜けると、その塊ごとに読んでいけるんですよ。まあスラッシュリーディングでやってる人もいるかもしれないですけど、私はあんまりスラッシュじゃなくてカッコでやってた人間なんで、そのカッコごとの塊ごとに解釈しながら前から順に読んでいくっていうことができるようになります。和訳問題が必要になる人たちいますよね、国立の人とか特に。そういう人たちは帰り読みしなきゃいけないですからね。どっちにしろ帰り読みしないと、というか帰り読みの形でやらないと自然な日本語にはならないので、だ帰り読みは悪だとする必要はないです。特に和訳問題がある人はやっぱ難しいものは帰り読みしないと無理ですからね。それよりは正確にきちんと読めるようにしていく必要がありますね。でその段階がまあ解釈と呼ばれるもので、それが終わった人は、ね、和訳問題難しいの出るからって言って上のレベルの解釈やったりとか、今度は一文一文の解釈ができるようになったけど、文と文とのつながりがよくわかんないとか、段落のトピックがつかめないとか、長文の言ってることがわからないとかですね、こういう段階に進みますね。ちゃんと文と文とのつながり考える、段落のトピック考えるとか、文章の全体のトピックとか、段落と段落のつながりとか、こういうつまり長文ですねの段階に入っていく、長文を読めるようにしていくっていう段階に入るわけです。でもちろん浪人生とかだったらもう前もとっくにその段階入ってますっていう人もいるだろうけど、現役生は本当にこの9月になってからそこに入るって人はすごく多いです。でこの段階を踏んでないと過去問やっても、当然多くの大学は長文ですから、ってなっちゃうわけですね。文法わからない、解釈わからない、単語も熟語も入ってない、そんな人たちが文と文とのつながりなんか考えられないですね。もう適当に読んでっちゃっておしまいみたいになっちゃうわけですよ。でそんな人たちが、早く読めません、速読の方法を教えてくださいってよく言うんですね。そうだから、速読の段階に行ってないから早く読むことができないよそれじゃっていうことです、はい、なんで単語熟語文法構文を終わらした段階から長文に入るっていうのです。で長文っていうのも当然出題形式がありますから、だからちゃんと過去問見ておかなきゃいけない。長文中の空所補充、内容説明とか下線部の言い換えとかさ、下線部説明とかね、いっぱいあるじゃないですかパターンって。内容一致だって普通になんか問題があって4択になってるものもあれば、たくさん選択肢が並んでいてそのうちの中から3つ選びなさいとかあるわけですね。そういうのって全然違いますから、それらをやっぱ解けるように練習していかなきゃいけない、ね、量をこなさなきゃいけないわけですよ。で量をこなすって言ったって、がむしゃらにこなすんじゃなくて、まずは出題形式を知ること、過去問ですね、過去問やれとは言わないけど、過去問を見てどういった形式が出るのかを知っておかなきゃいけません。受験は戦略、受験は情報戦です。これも違いないですから。
で、作文に関しては使える表現を増やしている状況ですね。自分で書ける表現がたくさんある状況ですね、にしておくことが大事ですね。まあ単語帳をやっててまだ意味しか覚えてないって人は使い方も覚えておいた方がいいですよ。まあフレーズで覚えておくとかね、そういった形で使える表現をとにかく増やしておくのが大事で、その段階からもう型を入れておきたいですね。和文英訳だったらこういう型とか、自由英作文だったらこういう風に書いていくみたいな型を入れていくことが大事ですね。で、その中でまあいろんな問題解いていって、まあ、できれば誰かに添削してもらって力を上げていくってことですね。結構大変ですからね、やっぱりね、英作文ってね、そう簡単にできるようになるものではないですから、日本語をそのまま英語に直しても英語にはならないからね、やっぱ英語と日本語は遠すぎるんですよ。だからまあね、誰かに見てもらって、で、自分のその間違いをどんどん減らしていく、これが大事になりますね。同じミスばっかしないようにね。だからまずは表現を覚えてないんだったら表現を覚えなさい。ね、ただただ単語の意味だけじゃなくて単語の使い方も覚えていって、いろんな文書けるようにして型を入れておく。そっからたくさんやってって間違いを減らすっていうのが大事です。ライティングだって文法わかんないと書けないわけですから、ね、単語詰め込んだって文法わかんないと書けないし、構文わかんないと書けないですから、やっぱり単語や文法を終わっておくことがライティングにも大事なんですよ。そう、まずはインプットちゃんとある状況でね、やっていくのが大事になりますからね。そして最後にリスニングですね。リスニングはやっぱり知らない表現は聞こえないんで、表現を増やすっていうのが大事です。だから文法も熟語もやってないのにリスニングできるなんてことはないですから、そこから、まあ慣れるのももちろん大事なんですけど、まあ聞こえる表現のレベルをこう上げていく。そして、そこから解き方ですね。これも大事ですね。やっぱり解き方。ね、よくいるじゃないですか。共通テスト聞こえるんですけど解けませんって人ね。そう。だからやっぱり様々なパターンがあるので、その解き方を知っていくことが大事です。で、まあまずね、自分のレベルがどの程度なのかっていうのをね、英検の下からこうやっててもいいし、あ、ここまで聞こえるなって言って、だんだんレベルを上げていく。まあそもそもね、やっぱ構文やって、きちんと一文一文が読めるようになっていくと、一文一文聞こえるようになっていくんですよ。まあだからね、よく音読進められるじゃないですか。音読やるとリスニングにいいとか、早く読むのにいいっていうのをですね、そう、まっすぐ理解できるようになっていくっていうのの助けになることがあるからなんですね。はい、こんな感じでですね、どの程度までいきましたか。まずやっぱ単語、熟語、文法、構文終わってないんだったら、どっかリスニング、ライティングできないわけですからね。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.